国土です。最初にちょっとお断りしなきゃいけないのは、レコードゲーツを読みの方はご存知のとおり、僕は本来はオペラ部門の方の月表を書いている人間で、このレコードアカデミー賞の選定、委員としては、制作部門の3人目の、ですから、要するに特選になったものの中に投票するだけの役なんですが、堀内さん、所さんという、本来月表を書いているお二人がいらっしゃらないんで、喋ると急に言われたんで、喋らせていただきました。ついでに余計なこと言っちゃうと、実は芸大の1年生の時に、声楽の学生の時に高崎康夫先生のオペラ誌の授業を取った、成績が何がついたかはここであえて申し上げませんが、師弟関係でこういうところで続けて喋るという極めて稀有な体験をしておりますが、実は先ほど高崎先生がレコードのその賞、国によってのさまざまな趣味が分かれるというお話をされて、何の打ち合わせもしたわけじゃないんですけど、ちょっと僕がしゃべると思ったところにもちょっとそこは黙ってたんで、妙な師弟関係の脈絡を感じたところがあるんですが、古来クラシック音楽は民族音楽でした。つまりドイツ人がドイツの音楽であり、フランス人がフランスの音楽であり、イタリア人がイタリアの音楽であり、これが中国当たりなんです。ところが今回の受賞した CD はもう極めてインターナショナルです。エストニアの指揮者がドイツのオケを振って、デンマークのチームにも録音するとか、そういう意味では解説者さんの中極めて日本人が日本の作曲家をやってるんです。そういう意味で、ただそういう中でも声楽というのは言語がある、この括りがインターナショナル化するのが非常に後になっている。それでも例えば今回対象だったバートークはドイツ人とロシア人がと日本人がハンガリーの曲をやっているんです。で、そういう中で、今回、同賞を取ったボストリーというもちろんイギリス人ですけど、彼の名声を確立したのはドイツリートです。ドイツ語の歌です。だけど実は僕大きな声で言えませんが、わがの方ごめんなさい、ボストリートのドイツリートは嫌いです。じゃあドイツ語があまりにもひどいんで、木村俊一先生、昔ボストリートがまだ EMI に入れてきたから、昔はもうちょっとイギリスでも まともなドイツ語で歌うピーター・ピアーズとかロバート・ティアとかテノールいたよねって僕が言いましたよねって言ったら、木村俊一先生、あいつのドイツ語は特にひどいっつって、最近もっとひどいマッパドマーという方も出てきて、いずれもこの2人がドイツリートの当たり前を背負っているのか非常に苦々しく思っていたんですが、ただやっぱりネイティブの英語の美しさ、つまりイギリス人が歌うシェイクスピアの詩のシェイクスピアの音楽の美しさに、もう今回の CD は聴き始めてからため息が漏れるばっかりで、唯一2曲ほど聴くわなかったのはシューベルトの、本来はシェイクスピアの詩をドイツ語に訳した歌を英語で歌ったという、これが非常に気に食わなかったんですけど、そこだけはちょっと画面で見せようかなと思って、徹底的に英語でやってくれ、オリジナルでやってくれればいいのになと思ったこともあるんですけれども、改めて、クラシックというのが本来は民族音楽だった、そして言語という民族の一番の根本につながっている。でこれも僕、声楽の学生だけじゃなくて音楽をやってる、僕が教えてる学生に必ず言うんです。みんなにとっての日本語は何だろう、つまり明日から日本語が通じないところに例えば北朝鮮に拉致したら困るでしょ、困るけど生きていけないわけはないよね。だけどたった今から日本語で考えちゃダメだとなったらどうする、どうしよう、困った子日本語で考えちゃダメだというぐらい、つまり言語というのは本来そのぐらい、つまり思考感情の一番根っこを形成するところにまでつながっているという意味において極めて民族的な強いものを持っている。だから人間が言語を確立した ところからホモ・サピエンスは始まったんじゃないかなと僕は思っているんですけれども、そういう意味でイギリス人がシェイクスピアというイギリスの誇る英語をあのように美しく歌ったこの CD に出会って、なんて幸せな
音楽が聴けたんだろうと思い、なおかつそういうものを CD にしていただいた。でそれがなんと大体そうでも声楽曲なんてそうそう票が入らないんですよね。オペラはまだ派手だから入ることあるんですけど、声楽曲ってなかなか入ることがないのは同賞を取った、これも取ったのというんで、なんか自分は決戦投票しかしてませんけど、あの極めて驚き、なおかつ喜びました。あの改めてワーナーの方におめでとうございますと申し上げて、同時に特にワーナーさんに関して言えば EMI という大きな会社が投げ出してしまったたくさんの遺産を今掘り起こしながらまた世に残していらっしゃる。で各レコード会社は新しい文化を生み出していくだけではなくて、やっぱりそのアーカイブスというのを持っている会社はその文化の記録伝達者としての使命を常に持っていらっしゃると思います。そこも見据えながらこのレコード産業冬の時代の中で、あの文化の担い手として、担い手としての、 あの活動をぜひ続けていただければと思っております。あの批評するしかない立場ですが、あの心から応援するとともに願っております。ご挨拶する、意見を述べさせていただきました。